悩んでるのがバカバカしくなってくるぞ。アーニャを見てると。いいな。ダミアン君も可愛いな。すげえうまくやってるよな。マジで。うわぁ、コロイドやっぱりすげえわ。 はい、どうも、アニメラクターの在転です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは、スパイファミリー第25話やっていこうと思います。はい、というわけで始まりました。スパイファミリーですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、今回で第25話です。最終話です。いやー、もう、今年はもうなんか、アーニャ旋風巻き起こしたこのスパイファミリーという、もう本当にね、もうやっぱり漫画の時点からネットを騒がす結構面白い作品もう、かなりかなり大人気な作品がアニメ化するって ささにククローバーワークススんんとウィットスタジオさんの共作もうこれはとんでもないとんでもないアニメになるんじゃないかと期待され放送されたらもうさらにもう爆発的にバズって伸びていきもうそのまま駆け抜けるっていう感じで今回第25話を迎えるわけなんですけれどももう最後まで楽しんでいきましょうデズモンドが出てくるということなのでねまあ、デズモンドとダミアンくんとロイドがどういう風になっていくのかまだまだ注目するポイントあると思いますが最後まで楽しんでやっていこうと思います それでは見ていきましょうよーいスタートさあファーストコンタクト。わーもう、オープニメン,ンディングめばいなー。めっちゃよかったなー。あー、こう、夜さんに会いたい。夜さんに会いたい、まだ。まだ僕は夜さんに会いたりない。いやーでもやっぱり、今年はスパイファミリーよかったっすね、やっぱり。 いやーでもなんか今年はなんかすごい、でもなんかクローバーワークスさんの年だったな。うん。やっぱり、ねあれだよね。だって、キセコエもクローバーワークスさんで。あれだもんな。キセコエもクローバーワークスさんだし、このスパイファミリーもクローバーワークスさんだし。あと、あれだよね。ボッジザロックも多分、クローバーワークスさんだよね。 いやもう、夏アニマどうだったか忘れちゃったんだけど、いややっぱりすげえなって思う。ま、もともとクローバーワークスさん、えぐいなっていう感じではあったわけですよね。シャドウハウス2期とかもクローバーワークスさんかな。もともとクローバーワークスさん、えぐいなって言われていたけど、ここでもう完全に頭角を表した感じはあるよな。めっちゃ綺麗。 綺麗な作画に定評があるような気がしなくもない。僕の中では、こういう日常を輝かせるのにやっぱりクローバーバックスさん最強よね、みたいな。さて、行きましょう。さて。わ、でけえな懇親会だ。さあ、ここら辺から僕も、やっぱりテニス界以降ね、かなり、こう、 流すように読むようになっちゃったんで、なかなか記憶が薄れております。ああ。 潜入してるなぁ。うん。まあ、そうね。 うん。すげえおしゃだな。うわぁ、潜入が全然できないルートだ。ああ、なるほどね。 もう侵入できない、うん、あーなるほどねただねそうかそうか懐に入らないといけないそうか ああそうね同じ立ち位置に行かないといけないわけだよな ああ、ま、あなかなか難しいわけだ。懇親会。うわー、すげえな。 うんまあ、やっぱり、親子関係がなダーミアンくんは。デミトリアス・デズモン。兄か。 ああ。まあ、忙しいし、警戒心も強いしって感じなんだろうな。まあ、でもなんか、どうなんだろうな。お金持ちの家の感覚ってわかんないからな。希薄なものなのかな。特に政財界になると。 まあそうね。そういう人も多いだろうなぁ。ああ。<laughs> ああにゃ。かくなる上は、もう、美行がばれているぞ。うわ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 あわあ、警戒される。 完全に微行している。あダメヤ様の。あやばいバレたその通りですあははははあははははまたトニーと食らうよ。 おやばい父が見ているうん <laughs>。仲良くなろうとはしてくれてるよねああああああ さあ、来るかどうかっていうところで。うわ、もう、めちゃめちゃけそうだよな。だって、生財界の大物が。さて、インペリアルスカラースカラーが、スカラーしてるな。 まあ、やっぱり父親とのつながりは、あら。ああ、まあ、そうなっちゃうのね。ああにゃあら、あーにゃん。おやばい、あ <laughs> おってる。 ヘイヘイビビってる。ダミアンビビってる。あははは !50 点か。あはははそうね。いやはははははひどいわははは うん。あら。<laughs> あははは赤手取らないようにしたいね。けどまあ、いい説得かもしれない。もしかしたら。悩んでるのがバカバカしくなってくるぞ。アーニャを見てると。あら、ちょっと背中押されたね。偉い偉い。えらい いいなダミアン君も可愛いな <music> さあ、もう完全に見てるけど。あ <laughs>、まあはははは。ま、間違いではないかもしれない。 ああ、もう寝てしまった。あははは。まあさ。あはは放置。<laughs> もう。さあ、あーにゃん。んレプリカ。 おうん、なんとなく流れは分かったと。完全に寝たまま帰ってしまうわけだが。ああ、なるほどそういうことか。 おっ <laughs> おっさんに引っかかる <laughs> おうあっなるほどなるほどおちょうどよく出たもんだ さあ、出もくるぞ <laughs> さあタイミングをすごいな前に来てくれた おすげえな、ものものしい音楽が。ああ。くさびを打ち込むわけだ。すげーな、でも、この。 す,げーなすそうだよなすげえうまくやってるよなマジで。 最前線だ。いや、でも。 ああ、そうなんだ。なんか、きっかけがある。さあ、顔と名前を心に残してもらいたい。いや、でも接触できたのはすごいな、やっぱり。 うん、聞いてくれたうん 笑顔が怖いなぁ。優しいように見えるけど。そうね。うん、冷静だなぁ。ああ。あやばい うわ、もう、煩わせるなって感じだなぁ。ま、そうね。ははははそうだよな。あははまあ、なかなか難しいよな。 おぉ。ちょっと人間性を煽ろうとしてるな。うわ。 さあ、さあもうなんか、すあはははは。ああ、確かに意味がわからない。あははは。 ああ<ー>とも言える うん。ああ<ー>。<laughs> 嘘。真っ赤な嘘。ははは わわわわわ,わ仕掛けまくってるな仕掛けまくってるぞああ わあ。まあまあ、そうね。すげえなーわあ。ははは。やばい、ダミアンアイ。 いやー、やばい。かなりすげーな。あっ。やばい、もう、二人狙い撃ちだ。あははは。うわー、このロイド、やっぱりすげーわ。いや、やっぱりすごいなー。でも、この仕掛けにデズモンドは気づいてるっぽいな。 さあさあアーニャの言葉も勇気出してなんか ああ。ああ。気迫なようで見てくれてはいるわけだなー。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。いやーもうなんかハラハラするなー。うん。そうね。接触しやすくなるもんね。 そうだねー。どれが本心か見えない。あらー。よかった、ダミアンくん。そうだね。子供たちを守るためにロイドはね。こういう平和な日常を守りたいと。なんか電気が落ちたちょ、待って、待って <laughs> はい。あら 爆睡。すごいな。はははは。尻滅裂だけど。まあ、確かにな。ダミアン君の方がよっぽど子供らしい子供っちゃ感じがするよな。 うわぁ、to be continue か。なるほど。うわぁ、でもすげえな。今回、ロイドの有能さが、バチクソに出てるな。いやぁ、面白かった。めちゃくちゃ面白かったなーいやぁ、このさー水面下でのやりとりとかさーうまいよなーまあ、ロイドがすげえなってなるってことは、このセリフ回しというか、 うまい、この、ワードセンスをしてる作者さんがすげえなってなるわけなんだけど、いやーでもうまいよな、この、言葉のチョイスというかさ、相手の心にしっかり引っかかるようには、言葉を投げてるんだよ。でも、一見こう表面だけ聞いたらスッて抜けてしまうような感じの、ま、世間話に近い感じなんだけど、お前はどうだって語りかけてるような、何かメッセージを投げかけてるような言い方でそう言ってる感じ 言葉の裏を取ると、なんか、また別なものを感じるみたいな。多分デズモンドはそこわかってるわけだもんね。だから面白いこと言うねっていう感じだったりするわけなんだけど。いや、すごいなぁ。でも、やっぱ改めて見るとロイド有能すぎるなーうーん。いや、ロイドがもっと好きになったわ。いや、もう。ロイド好きすぎる、マジでー。 その茶目っ気もいいよな、アーニャに対して全く何言ってるか分かんないけどな、みたいな。<laughs> 人間らしいところもあるのがいいんだよな。なこの二面性はマジでちいな。うわ、終わってしまった。うわ <music> はい、というわけで見終わったわけなんですけど、いや、終わってしまった寂しいうわマジか。いやでも今回すごいっすね。なんか、今回すごいな。なんか、 やっぱりアニメって偉大だなっていう風に思ったんですけど、いやーやばいな、デズモンドの人間性が全然ちょっと原作で読んだ時と違いますね。原作で読んだ時はめちゃくちゃ冷たい人って印象だったんだよ、デズモンドって。まぁ、あ、実際問題冷たいんだろうけど、声がつくとなんとなく温かみを感じるんだよね。うん。やっぱり文字面だけで読むとすごい厳しく見えるんだけど、なんか励めよって言ったりとか。でもあのトーンだとダミアンくんをちょっと見ようとはしてるよね、デズモンドね。一切見てないんだろうなっていう印象だったんだけど、なんか割と影響を受けてダミアン くんとの関係もちょっとこうなんかあれしたりだとかお父さんしてるなって感じがしたわなんか全然本当に他人っていう感じで切り捨ててるんだろうなって原作読んでる時は思ったのにアニメだと全然あったかく感じますねデズモンとかねあーどっちの解釈が正しいのかっていうのはわからないんだけどいやーでもいいな僕は原作はロイドの過去のところまで読んでるのでまあそれ以降はもうちょっと読まないようにしてちょっと我慢をしてたりとかまあ長くなってどうせ記憶薄れるくらいならまあちょっと後でまとめてみるかみたいな感じでやってるんだけどいやーいいですねこれはめちゃくちゃいい アニメになって正解だったかもしれないマジで漫画だけでも面白いけどやっぱり漫画よりアニメの方が取れる情報がめちゃくちゃ多いのでめちゃくちゃ見てて面白かったしアニメになるとやっぱりこやっぱり声のトーンとかもあってロイドの上手さっていうのが際立つ感じがしますねあー優秀な男だなっていう感じですよね本当にやっぱりだってデズモンドに刺しに行ってる言葉だけどダミアンくんにも刺さってるというかなんかやっぱりダミアンくんと父親に対してこう同じように聞こえるように話しかけているように 分かるように話してはいるんだけどやっぱりデズモンドの捉え方とダミアンくんの捉え方ってまた変わってくるしなんか違和感のないようにうまく調整しながらこうなんかこう話してるのもそうだしやっぱりこの精神科医っていう設定もうまいよなぁここまで見越したのかなどうなんだろうねうまくハマってるよねめちゃくちゃあやっぱりああやってさ説教じみたことをやるとやっぱりデズモンドはちょっと怪しむと思うんだよただのやっぱり一企業の人とかだなんかそういうい社長さんとかだったり医者だったりとかしたらなんだ こいつってなるんだけど精神科医ってなるとやっぱりこういろんな人を見てきてるからっていうのもあってなんかちょっと資源に聞こえるわけじゃんねなんかこうだからこうの方がいいんじゃないですかみたいな話だったりだとかそれでいてやっぱりデズモンドにもしっかり歩み寄ってこうトゲが立たないようにしているすって言葉は入れてるけどやっぱりしっかりトゲが立たないようにこう常に自分をアピールし続けてるっていうのが非常にうまいなっていう風に思うけどただデズモンドがどこまでこう読み切ってるかなんだよね うん、面白い男だなとは言ったけれども、どこまで睨んでるのか、なんかただものじゃないと思っているのか、精神科医として信用できる男だと思っているのかっていうところではね。あー、だからすげえうまくハマってんだよな、精神科医っていうのがね。うん。説教に聞こえないわけだもんね。うん、それでいて、ダミアンくんは、この人が、父上がなんか自分のことを向いてくれるように説得してくれてるんだっていうふうに思っている。で、ロイドは、やっぱりこう、親子関係はいい方がいいからっていうことで、まあ、修復にかかったわけだよな。 いやーなんかいろんなものが噛み合ってて、パズルのピースがなんか複雑にこう噛み合ってて、あーしっかりしてんなって思いますね。改めてこの作品のうまさっていうものを感じましたね。あーそういう設定の使い方だったりなんだったり。あーでもやっぱりロイドは優秀だな。あの段階でこうやり取りをしながら、臆することなく、まあ、ああやってうまくこと取り入るっていうのはもうなかなかできることじゃないと思うんだよね。 あ今までスパイとして用事にこう近づいたっていうのは色々とある経験ではあると思うんだけどただやっぱりデズボンドに対してあそこまで波風立てずに自分を印象づけるっていうのは相当なやっぱり話術だと思うよねいやーすげえなーっていう風に思うしアーニャもいいよねアーニャがどん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 ダミアンくんなにアーニャの存在がどん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 ダミアンくんの中で大きくなってるのがまたいいしいやーなんかもう全員落とした感じはありますねすごいね本当に ああ、いや、デズモンドもね、励めようデズモンドの名に恥じぬようにっていう。あなんかやっぱり本当に本当に原作だと、やっぱりデズモンドっていう名前のついた他人っていうような印象を持ってないのかなっていう風に思ったけど、一応子供としては認識してんのかなとは。 いう風にはなんか今回のやりとりでは印象づいたかなデズモンドの中ではね、僕はね。うーん。やっぱりダミアン君のことを子供と認識してるんだなっていう風にはなんとなく伝わったかなっていう風に思うし。なんか今回最終回だからかさ、すげえ音楽にもなんか気合入ってて、見ててすごい良かったなっていう風に思うし。いやー、この後もちょっと見たいよな。ダミアン君とアーニャがどうなるかっていうのはすごい気になるところではありますよね。あー、やっぱりこう、アーニャは結構ダミアン君の話家でしてるんだってなって、かなりね、やっぱりダミアン君の中でもアーニャのことが好き。 になりかけているんじゃないいかってやー、これから気になるな。うーん。まあ、原作はね、原作だと、やっぱり2期ある部分では、一応長編が1個あるんだよね。だからそこをやったりとかしてっていう感じなのかなっていうふうに思いますので。いやー、次回も楽しんでいきたいですね。あ、次回ないんだった。あはもう次回がないんだった。はい。というわけで、まあ、とりあえずめちゃくちゃ面白かったスパイファミリー、今回はこんな感じで終わりますので、なんかいろいろとコメントあればくださいね。はい。というわけで、以上、スパイファミリー第25話でした。バイバイ。